シックな感じので、決めさせていただきました。ロゴの隣の方です。はい、まずこちらのスチールカメラ、こちらが、はい、お願いします。大丈夫ですか、もう少しだけこちらに。はい、はい、ありがとうございます。はい、行きます。はい、何枚か行きます。こちらお願いします。何枚か、はいはい、もう何枚か、もう1枚、はい、ありがとうございます。ではこちらのムービーの方へ、はい、お願いします。じゃあ、FF1 は10秒だったらいいですか。はい、じゃあ、足元からこんな感じで回りました。3、2、はい、パンします。はい、回りました。そうですね、でもこの素敵なこのブラウスがちょっと和柄な感じで、なんか今回のすごい空間がすごく色とりどりな場所が多いので、シックな感じので決めさせていただきました。お部屋は和田さんがなんかグッチに印象的なお話とかありますか、はい、大事にしているアイテムでしたか。私はあの東京のシリーズの時は大きなリュックと、あとあのスリッポンのなんかバラの花がの刺繍がついてるやつを買ったんですけど、その特に靴は初めてその形を買ったんですけど、もうこんなに履き潰したのは初めてっていうぐらい愛用させていただきましたっていうのがすごい思い出ですね。これからも履き潰しちゃうぐらい。そうですね、毎回デザインによって形は変わらないけどデザインが毎回変わっていくっていう楽しみがすごくあるなと思っているので、そうやって毎回コレクションごとに可愛いのをゲットしていきたいなと思っています。